ファンを事故に巻き込んでしまったペ・ヨンジュン一行は混乱を避けるためにホテルを変えざるを得ませんでした。11月27日引っ越し先のホテルで行われたのは雑誌のグラビア撮り。ひとたび仕事となれば彼の表情からは陰りも消え、今最も輝いている男の色気が匂い立つ。スタートはそういう存在なのです。32歳になるヨン様がどのような少年時代を過ごしたのか、日本でも韓国でもあまり報じられることはありません。私たちは彼の来日を受けて取材班を韓国へと送り込みました。ソウル市郊外ホドットン、この町にペ・ヨンジュンが通ったペジ中学校があります。中学時代の夢は医者になること、英語と理科が得意だったとか。相手に一言も声をかけられず、ほのかな初恋は終わったそうです。訪ね当てたのは当時地理を教えていたキム・ジンキ校長。先生は取材班を心よく迎えてくれました。卒業アルバムに残された中学生のペ・ヨンジュン先生は物静かで成績優秀な少年の横顔を記憶していました。머리모양을좀내고이렇게그랬던것같은데난지금걔가심한기억을갖고있는데걔는물론나를완전히기억하고있죠교감선생님근데나는스카우트를맡았었어요스카우트대장이던건데걔가스카우트를들었거나그러면밥해먹는거니뭐이런거니다볼수있었을텐데그런기회는없었어요그런데그기억을하고있는거는항상조용했기때문에튀질않았었어요고고시대建築家を志したペ・ヨンジュンは、しかし大学受験に失敗、二度もの末に映像学科に進んだのが俳優への足がかりとなったのです。冬のソナタのロケ地となったナミソムにはこの日も日本からの観光客が訪れていました。ヨン様を語るとき女性たちは少女のように瞳を輝かせます。やっぱりあの時のね、若い時のその気持ちっていうのがこう忘れてた気持ちがいろんなのがこう蘇ってくる、閉じ込めた、あ、忘れてたものがこうな広くような感じがしたみんなにほら追っかけ回されてね、なんかちょっとかわいそうだけど幸せになってほしいから、はい、男性の優しさみたいのはすごい伝わってきて、それで日本の女性はびっくりしたよね、衝撃的だったよね。日本滞在3日目の夜、ヨン様一行は初めてスタッフと一緒に夕食を楽しみました。来日したスタッフは総勢19名、写真集の作品を手掛けたカメラマンやスタイリスト、所属事務所のメンバーなどです。言ってみればチームヨン様。彼らに囲まれたペ・ヨンジュンは心からくつろいでいるように見えます。莫大な利益を生み出すスターとその側近たちは拍子抜けするほど穏やかで、
おまけに節度をわきまえていました。근데가끔이렇게난지않나아니에요가끔로봇이ヨン様自ら取材班のマイクを取って遠く離れた仲間の声をキャッチしてくれる。そういえば彼は俳優業だけではなくドラマや映画の演出にも並々ならぬ意欲を燃やしているといいます。スタイリスト이쪽을찍어주세요こっち撮ってください。どう찍고있는거孫さんもようやく一息。ヨン様について彼は영준이는요영준이는정말머리가좋은것같아요그리고순발력이되게좋은것같고근데그런건어떻게보면당연한거일수도있고요순발력도좋고머리도좋은거는근데그처음만나는사람도인간적인매력에이렇게끌리게되는그런카리스마같은게있어요그러니까네감사합니다여러분 모두들고생많으셨고요오늘정말고생많으셨어요이제식사를맛있게우리하고그리고오늘고생많으셨어요오스카르사마데시다식사하셔야죠この日の夕食は中華料理でした。思わぬ事故にホテルの引っ越し、予想外の出来事に直面してきたペ・ヨンジュンに疲れの色は見えません。明くる日は彼を CM の撮影が待っていました。